昔、六原短期大学と勘違いしていたことがあります。六原短大です。これ見るとね、もう私昔思い出すんですよね。こう、六原短大ってね、これ僕短期大学だと思ったんですよ。だから大学だと思ったことが昔マジであるんですよ。はい、頑張ろう。私結構昔バカだったんで、意味わからんことで意味わからん記憶してたりするんで、わけわかんないこと言ってますけども、そういう形になります。で、これ、六原短大というふうに言います。いいですか？六原短大と言います。じゃあ、これ、六原短大って何する場所なのっていうことになるんです。で、これは、答え一つ簡単で、京都の監視体制ということになります。京都をきちんと監視しましょうねって話なんです。で、なんでかっていうと、貴族や公家たちが武士の政権になって、嬉しいわけないんです。いいですか？嬉しいわけないんです。なんであいつら、生まれも育ちも良くないのに、あいつらが実権握ってんのって。京都にちゃんと戻してよ、という風になるに決まってるんですね。ってことは、この六原短大で、この京都の監視をしないと、要するにどんどん次から次へとですね、名が出てくるわけです。反乱の名が出てくるわけです。だから、この六原短大っていうのを置いて、京都をしっかりと監視して、何かあった時にすぐ軍隊たち向けて鎮圧するっていう風な形を取らないと、揉めてしまうので、この六原短大っていうところを置いて京都を監視したということになります。いいですか？短大ってこれ違いますよ。短期大学じゃないですよ。皆さん大丈夫ですね。はい。六原短大という形になります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。